プレアエスプレッソでですね、エスプレッソを入れていきます。毎月1回ですね、エスプレッソデーというイベントをしておりまして、フレアエスプレッソでエスプレッソを入れてるんですけどね、そこで今月使うですね、豆の、試飲をしてみたいと思います。豆はですね、ホンジュラスのエルロブラルというですね、農園の中深入りをちょっと深入りにした感じですね、そういうバランスにしてあります。はい、でこれ手引きのグラインダーもですね、フレアのグラインダーですね、エスプレッソ用に細かく引けるやつです。粉は今 20g ですね、 20g で 25ml ぐらいですね、抽出するんですけど、まあ、今日ちょっと少し伸ばして 30ml ぐらいまで伸ばして試飲をしてみたいと思います。今ですね、こう粉をピンでですね、ダマを取ったところですね、で叩いて、タンパーでですね、粉を押し固めます。このタンパーもすごくね、フレアのタンパーって小さいんですけど、ようやく慣れましたね。で細かい粉を落として、スクリーンを置いてバスケットを本体に取り付けます。でこう余熱してあるですね、チャンバーをお湯を捨ててですね、これ余熱してないとですね、ここすごく冷めちゃうんでね、ここを余熱するっていうのが非常に大事ですね。で、エスプレッソのカップを置いて、新しい熱湯をここに入れます。僕の場合はですね、満タンまで注いで抽出してますね。でゲージをつけて、はじめはですね、1、2気圧、まあちょっと圧力が止まるところでですね、止めて蒸らしをします。まあ、レバーを押し始めてから20秒ぐらいというような感覚ですね。でしっかり湿ったかなというところで、ここから9気圧ないし10気圧をかけていくと、豆によってその日あるいは時間によってメッシュが結構変わるので、今当てずっぽでやってます。もう 0.5 段階粗くても良かったかもなという感じですけども、まあいい感じに入ったのではないでしょうか。テイスティングするには十分の抽出ですね。これで良ければ、あと半分ですね、焙煎をして当日の、量までですね、揃えようと思います。うん、いいですね。すっきり飲みやすい感じのバランスのエスプレッソですね。すごくいい、イベントとして出すにはいい、派手すぎず飲みやすく皆さんに喜んでもらえるエスプレッソじゃないかなと思います。じゃあ残り半分焙煎するようにしたいなと思います。はい、ありがとうございました。